こんにちは、マリボーです。今日は何の話かというとビザのお話をしていこうと思います。今日はね、電の中から電っていうか物置の中からね撮ってます。光がいい感じなのでちょっとなんか綺麗に見えるかなと思ってはい、それを期待して撮ってます。はい、早速話に入っていこうと思うんだけど、はい、で今日はワーキングホリデーを無駄遣いしないでってね、はい、タイトルにもある通りこの話をしていこうと思います。こういう話をするかというと、私今ね3年半くらい今経ったんですよ。カナダ来て早い、二十歳から来てね、もうすぐ年を取っちゃうんだけど、カナダに住んでるといろんな話も聞けたんですよね。友達とかいろんな周りの人から、でそのお友達から聞いた話だったり、私の実体験をもとに、はい、ちょっと今日話をしていこうと思います。でね、なぜこういう風に私がタイトルで言ってるかというと、ワーキングホリデーのビザは本当に本当にもうマジで優秀っていうか、もう自由なビザなんですよ。最高のビザなので、はい、それはちょっとね後に取っといてほしいなっていうのが正直な思いなんですよね。っていうのもなぜかというと、ワーキングホリデーは本当に縛りがないんですよ。職種に何でもできる、そのね、ワーキングホリデーのビザは専門職、なんかお医者さんとかはちょっとね話が変わってくるけど、なんか選べる職種がねいっぱいあるっていうのと、学生みこっちのね学生とか20時間とかしか働けないんだけど、はい、ワーキングホリデーはフルタイムで働けます。最強のビザなんですよ。で私はもうね、まあ、これは結構予算的に余裕がある人はねできるかなとは思うんですけど、やってほしいなって思う方法があって、もしあなたが今日本にいて英語を喋れない状況とか、あんまり自信がないとか、結構もう始めたばかり、英語始めたばかりの人だったら、はい、最初はビジタービザで来ることをお勧めします。ビジタービザって何って思う人もいると思うんですけど、それ滞在ビザっていうんですよね。で滞在ビザは働けないビザなんですけど、その間に何ができるかというと、前の動画でも話したかもしれないんですけど、その間に ESL に通うことができるんですよ。で ESL っていうのはイングリッシュスクール、その英語とかを英語をね学べる学校のことを、はい、ESL って言います。でその学校はビザがいらないんですよ。まあ、スチューデントビザっていうね、学生、例えば大学とかカレッジに通う人向けのビザはいらないんです、その ESL に。なのでもし自分の学力っていうか、その英語に自信がないなとか、もうちょっと勉強してからね働きたいなとかいう人は、ワーキングホリデービザじゃなくてビジタービザで1回来て6ヶ月それね入れるんですよね。なので、はい、そのワーホリの前にそのビジタービザで来て勉強するのがいいんじゃないかなと思います。どうやって切り替えるかというと、他の国に1回出ればいいので、例えばシアトルとかねすごい近いんです。ここから多分車でどのぐらいだろう、3時間ぐらいかな、なんかそのドライブとかなんかどっかバスとかで行って、その国境のところで帰れてもらえるんですよ、ビザをね。なのでそこでワーキングホリデー、次使うんだったらワーキングホリデーに切り替えができます。なのでそんなに難しくないので、切り替えも、だからそういう方法もあります。でも私はね正直あんまり予算がなかったので、ワーキングホリデーで最初から来て、そのワーキングホリデーの期間中に ESL に通いました。で4ヶ月通ったから、まあ、結構長く払ったんだけど、その間にビザビザで来ておいて、そこから切り替えたら6ヶ月間は丸々勉強とかに使えたわけですね。でその後にもう結構もう英語が大丈夫だってなってきてから、ワーキングホリデーにできたんですよね。でもまあその時、まあ、私はねお金がなかったからあれだけど、お金にまあちょっと余裕があるというかね、そのキャリアアップを目指してるとかだったら結構そっちの方がいいんじゃないかなと思います。例えばもっと言うと、移民とかしたいなって思ってる人は本当に学力というかね、そのテストとかもね、その自分で移民を申請するなら受けなきゃいけないから、そのテストとかのね対策のとかをやってる学校に行くのもありだし、そういう風にいろんな方法があるんですよね。だからワーキングホリデーって結構行く人が多いんだけど、もしそういう風に今後につなげたいなと思ってる人は、ワーキングホリデーを先に使わない方がいいなと思います。で他のオプションをちょっと紹介するんですけど、 ESL に行ってそのビジターで来る人以外に、はい、それ終わったとしますよね。でもしなんかもうカナダに長くいたいって
ていうのが目的だったら、その私が行ったみたいに、あの私は私立のね、あのカレッジに通いました。1年で1年働けるコープビザっていうのがねあるんですけど、それを取るのも一つの手です。で、私はなぜそれをしたかというと、もうあのね、前のビデオも鑑定も話したかと思うんだけど、あのその時まあちょうど彼とね、今の彼と出会って、もうちょっとカナダ行きたいなって思ったから、でその時ちょうどなんかまあもうちょっとなんか英語でね、ちょっと慣れてきたところだったから、もうちょっとこっち行って勉強したいなというか、なんかこっちでしかできないような学校に通いたいなと思って、そのはい、ちょっと難しかったけどね、その時は本当に厳しかったけど、はい、なんとかその全部のプログラムを今終えているとこなんですけども、そういう風な選択もできます。でその他に何があるかというと、大学こっちに行きたい人は大学に行く手もあるし、でそこでもらえるポストグラジュエーションっていうのね、あのビザが降りるんですよ。例えば私のお友達、この前、はい、あの動画に出てもらったマリコさんが行ったみたいな、公立の学校に行くと、その働いた学校に通った分で、そのそれに対する3年とかね降りるビザがあるんですよ、働けるビザで。その間に例えばあのね、スポンサーって言って、あの企業から気に入られて、この人は本当に重要な人材だって認められたら、そこからビザを出してもらえることもあります。なので本当になんかカナダに長くいて移民したいなっていう人は、本当に英語がね大事になってくると思うので、まあ、本当に私がもしできたならやりたいプランは、最初にビジタービザで6ヶ月勉強しますよね、まあ、日本でやってくるのはまあ好ましいんですけど、まあ、こっちでやってみて生活にも慣れてくるっていうのもまず大事だし、それでやって、で次に私が行ったあのやったコープビザっていうのをもらえる学校に、まあ、行って、でもしもまだカナダにいたかったら、大学はちょっと高いけどね、もしその時お金があるならそこに行って、だからその時に私は多分ワーキングホリデーをするかな。で結構英語が喋れてる状況で、多分コープビザとかで働いたとこから、ね、ビザを下ろしてもらえるようなポジションにね、こう這い上がってビザを取るかなって思います。うん、私だったらね。なんかだからそのなんか移民を目指してる人は多分ね、ワーホリ最初に使っちゃうのもったいないなと思うんですよね、正直。まあ、いろんな方法あるんだけどね、例えばワーキングホリデーで来て、あのワークビザを下ろしてもらえる人いるじゃないですか、日本食とかね下ろしてもらいやすいんだけど、そういう風にしてもう最初から日本食で働くってなって、そのワーキングホリデーで来てワーホリ終わる頃にワークビザを下ろしてもらう、そこからで、まあ、そこでしかね、なんか働けないっていうのが縛りがあるけどね、そこでも働くって決めたらそこで働いて、そのねポイントを稼いでって、PR のパーメネントレジデンス、住民権の、はい、申請するっていう手もありますね。なのでいろいろあるんだけど、まあ、できればね、もし本当に英語を始めたばっかりの人だったら、はい、あのワーキングホリデーを使わずにビジタービザできて、最初ね勉強を ESL でして慣れてきて、そっからもうねバリバリ働いた方がいいんじゃないかなと思います。私もそうしたかったなって思いました。なんかその分ね、あの多分いい仕事にっていうか、そのスタートが違うじゃないですか、あのもしワーホリが始まった時にもゼロからここから始めるとして、はい、あの私はこんぐらいの英語を身につけてここから仕事を探したけど、もし日本でちょっと勉強してて6ヶ月ここでもう勉強してるってするじゃないですか、でここまで勉強しててここから仕事を探すのじゃ、ここからここからの差がありますよね、こんぐらい。で結構大きいと思うんですよね、その6ヶ月いたのと、なんか全然慣れない状況でね仕事探しをするのも、英語のなんか慣れてる感じとかも違うので、私はその方法を、はい、おすすめします。なんかワーホリと思いすぎて、私の中にね選択肢がなかったんですよ最初に。だからそれがね、ちょっとなんかもうちょっとこういう話をしてくれる人がいればいいのよかったなって思ったので、ちょっとこういう話をさせてもらいました。もうワーホリで行くしって決めてる人はそれでもいいんですけど、もしあのね移民とかしたいんだったら、ちょっとその方がいいんじゃないかなって私は思ってます。私もそうすればよかったなって思ってます。
なのでちょっと参考になれば嬉しいです。今日の動画が好きだった人はいいねとチャンネル登録をお願いします。でコメントとかもねくれると私はもう、まあね、ちょっと忙しいけど全然もうすぐね答えれるようにするので、はい、コメントくれるといいねとかくれると頑張りますので、はい、ぜひお願いします。じゃあ見てくれてありがとうございました。バイバーイ。